これ最初に打った時めっちゃちっちゃかったな。行くでも。あ、でしょ。はよ。はよはよ。はよせえ。3、2、1。だと。これあなた、普通に商売できるんじゃない？足りひんような気がする。今日買った？うん、さっき新品。手形アートはまあまあこだわり強いから誰にも触らせない。そんなことはない。黄色混ぜたか？混ぜていいよ。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、でもほら言い過ぎなんじゃない？腰は、はい、こんな感じ。これつこの何回目ぐらい？4回目かな。混ざっちゃった色。大丈夫だね。いけてるよ。やべえ、ここや。ここ。はい。せーの、で、ほい。結構押してる。いけ？うん。取って。おぉ！いいじゃん、ひもじゃない。いい感じよ。大丈夫。これ最初にやった時めっちゃちっちゃかったな。腰も定価で無理。さすがに無理やわ。今は無理。どうしても無理。今かかってる。先やってる。触らんといて。はい、OK。やばい。もうやっていい。こっちせーので、動かしてあかんで。はい。で、上に。おお。すごい。めっちゃ綺麗。何この色。このままさ、こう押さなあかんからさ、この足じゃできんので、いける？次。ちょっと待って。あ、これに座る？ちょっとこれ、トイレするかな。なんかやりにくい。行くでも。あ、でしょ。すてき。行くで言う前から乗ってたよ、今。乗った。手も足も半々なんや、色。半々。何ができるのかしら。いや、混ぜた緑。うわ、なんか指のところが青色のポンデリングみたいな感じ。ワルもめっちゃ見たい感じの。やだ。なんで？ワル絶対失敗する。しないわ。これは難しいぞ。足型難しいぞ。見た。いくで。はい、ママが押してた。でっかいスタンプやな。せーので。ほい、いやー！お。これさ、ここ浮いちゃうから結構ギュッと押すよ。OK。真上に上げて。いいじゃないと。オッケー。いいやいいや。すぐ取っちゃう。はい。ふっ、よいしょ。はい。お風呂場に行ってください。頼むよ。頼むよ。いや、なんでやねん。なんで座り込むねん。ついていいやん。もうここやったらいいから。はい、あとお湯出して。バーって流すね。できた。ここに足型ができた。はよ。はよはよ。はよせえ。ちょっと待って、足型。はよ。泥棒入ってるやつやん。はよ。はよせえ、なんなん。なんなん、自分。はよ、はよ、流して、流して。ここの前でやらないと。マジで流して。さあ、こすってて、床を。床。取れなくなっちゃうから。はい、塗りたいと思います。あれ。はい、塗りたいと思います。わざとやろ。わざとやろ。ほんまくすぐったくない。ちょっと上に上げといてもらえないかな。もっと上げな、足。やだ。ああ、こっちは笑わしいかも。楽しんでるやん。頼むよ。しーも。もう動かんといてよ。やめて。ちょっと動かんといて、ここ。境目重要やから。わからん。ほら、マジだったやん。緑になるから。オッケー。あ、ちょっと待って。綺麗に塗っとくわ。見せって。見せられへん、今。いい、せーので。早いよ、いい、せーで飲めた。ちょっと待って。見てる？ちょっと、あ、ごめん。
せーので、ほいおばち楽あるなんで土踏まずゼロやん自分やめてやめて一人で行けんの、ほいって足が足が大地の足がちょっとブレちゃったけど、まあいいわ。じゃああとはママがやります、仕上げる、仕上げも、じゃあ楽しみにしておきます。あっという間にできたなんかママのやる気スイッチが入ってブワーって仕上げまして、はい、制作過程、うん、ちょっと動画に収めたいなと思ってたんやけど、そんな間もなく仕上がりました。わあ、はい、拍手、もう早速見ようか。そう、今回はいい感じにできたと思う。今回はってなんかいつも悪いみたいけど何回目ぐらい70回目、いや、いつも2年に1回ぐらいしてるから。あ、いやごめん、ほんまうる覚えやけど3回か4回目ぐらいです。ランドセルのやつとその前はダッキー、あったあったあった、動画にしてるよね、みんな探してみて、うん、まあ行こう行こう、はい、今回の2024年バージョンです、うん、ポポン見てないからね、あ、じゃあお先に川田太一くん見てください。3、2、1、スタート。どう、どう？うわ、なんかすごい。いい感じでしょ、うん、どう？すごい。こっちが小春、こっちが太一。横にも絵あるやん。それで？確か、黄色と青色の絵の具あれ。そうです。で、やったけども。うん、じゃあ、皆さんにも見てもらいましょう。3、2、VT、どうぞ。おー、なるほど。音がめっちゃ映るミニオンでした。どれが小春ですね。小春が上2つね、10歳の小春で、下が8歳の太一の手と足。ああ。いや、これなんて太一そっくり、かわいいやろ、これお、そっくりそっくりもうこれなんて小春そっくりこれ上上上ティムもいいねんね、ティム、ほんまや。見て見て。ティム？ティム。こんなんチーがそっくり。もう一個タイプの表情ある、これ。目一個やけど。そっくり。そっくりがちょっと知らんけど。そっくりとかそんなん作ってないから。すごい。これあなた、普通に商売できるんじゃない？いい感じでしょ？売れるで。売れますか？うん、売れるで、こんなん自分の子供のさ、手形をもらってさ、うん、制作してさ、売れるで。ディズニーとかで働いてたら結構稼げる。ユニバでこれやったら稼げる？思い出にな。うん。作ってもらえたらこんな。一つ2000円です。安っ。安いの。安っ。どんだけ手間かかってると思ってる。ちなみに、フレームは100均ね。はい、おいや全然そんな気になれへん。あ、そうや。これ実は一回作ってんけど気に入らへんくて2回目やね作るの。え？どういうことね？1回目は？え、寝てる間に手が残った？違う。え？これをやって？これは作ったんやけど、うん、いや、小春っていうのがちょっと斜めになって、太一とかを斜めにしてんやんか。で、真ん中に日付してんけど、うん、いや、日付って真ん中じゃないなと思って、下に書きたかったなと思って。で、もうちょっと、そうそう、キュッてして。それがすごい気になって、でもいっか作り直すの大変やしって思っててんけどやっぱ全然納得できひんくて、でこれそんなに変わってないけどほぼ一緒やけど気にならへんねんけど、私は気になってここがそうそう、これがここにおった、そう、ちょっと上にあって、全部キュッて真ん中に寄せて、人がこだわらないところにこだわるあなたプロ手形プロです。そうで、これだってちょっと満足しました。これだけ、ね、緑、あ、そうそう、それは緑やね、周りに似てないやんか、細かボブ、ボブだけね、緑やね、片方、あ、緑や、そう、そうなの、そうやで、そう、ミニオンは作ってみたかってん、もう2年ぐらい、1年2年前からミニオン次しようと思ってたから、バナナめっちゃ多そうねんの、早っ、いや、もう2年後のやつに次何するのって仕事してんねんけど、どうかやばそろそろ集め、なんかどういうのにしようか考えようかな、そんな早くない、早
で楽しみにしてんの、子供の成長を取るの。でも次はチーコも入れようと思って。もう真実やな、うちのママがプロの手形アーティストだったなんていや違います。え、子供の成長楽しみにしてるただの母親です。見てこれ、動くない、動くない、それ全部切り絵やで。え、切り絵って言っちゃうわ、あのなんか画用紙を切って。改めます、改めます、切り絵職人でした。はい、はい、じゃあ2年後お楽しみに。2024年はこんなんでした。はい。